海岸とは、陸が海に接する部分のこと。海辺、渚地、渚水際などとも言う。海岸は海により形成された、陸地部分を指すが、古くは、渚渚海辺といった呼称が一般的であった。右側は水際を由来とし、中国漢字の水際を意味する渚や渚がその読みに当てられたと考えられている。分類法はいくつもあり。 その材質で、砂浜、磯浜などと分類する方法や、生員によって、沈水海岸、離水海岸などと分類する方法などがある。海岸と生物の関係について、焦点を当てると、様々な海岸の中でも岩礁性の海岸が特に、生物が豊富である。砂浜は、相対的には、生物は少ないが、砂の隙間には、感激性生物が、 陸側には海浜植物が見られる。陸と海との境界の線は海岸線という。潮位との関連で、高潮海岸線、低潮海岸線の2種類があり、地形図には高潮海岸線が、海図には低潮海岸線が使われる。様々な分類法がある。一つは海岸の材質によって砂浜、磯浜などと分類する方法がある。砂浜とは、 砂でできた海岸である。磯や磯浜と呼ばれるのは、岩礁性の海岸である。また、海岸の地形をその成因によって分類し、沈水海岸と利水海岸に分けることもできる。沈水海岸とは、地盤沈降によるもの、利水海岸とは、海底流起によるもの。海面の変化に影響されないものを、中性海岸と分類する。デルタ海岸や日型、干潟、 産後礁などがこれに分類される。地形によって分類することも可能である。他に人工的に生み出された海岸、例えば埋め立て地の海岸、人工的に造成した海岸などを特に人工海岸と分類する。なお、海岸地帯の土地は満潮線、干潮線との関係に着目し、頂上帯、頂寒帯、頂下帯に分類することも行われている。海岸には、 たくさんの生物が住んでいるが、それらの生物は、潮の満ち引き具合、海岸の提出、食物の分布などに応じて、細かく住み分けている。岩礁の場合、水準によって岩の上に付着する生物が違うため、体上分布が観察しやすい。海岸の生物の生息場所を表す方法の一つとして、潮の満ち引きによる区分がある。満潮時の海岸線を満潮線、 環潮時の海岸線を環潮線と呼び、海岸をその二つの線で区切ると以下三つの地帯ができる。陸と海との境界の線は海岸線と呼ばれる。停線とも言う。海面は長汐とともに上下し、調査の大きい地方では、1日のうちでも周期的に大きく変動する。満潮時の境界線を高潮海岸線、または満潮停線と呼び、 地形図で用いられる。干潮時の海岸線は、低周海岸線あるいは、干潮停線と呼んで、海図に描かれる。海岸線は、波による、侵食、堆積作用、地殻運動による流気と沈降、海水準変化などによって、その位置が変化しやすい。各国の海岸線の長さに関しては、国の海岸線の長さ順リストという記事を立ててある。自在に比較できる。 なお、当初国家である日本は海岸線が長く、その合計は3万5千キロに達しており、アメリカ合衆国の1.5倍、中華人民共和国の2倍の海岸線を保有している。ありがとうございます。